ハイラックスサーフはトヨタ自動車の大型 SUV である。設計は日野自動車主導で、開発と生産は日野とトヨタの共同となる。北米などへは4ランナーという名称で輸出されている。日本国内では2009年8月まで販売しており、それ以降は逆輸入車として一部のショップなどで販売されている。海外専売車の中ではトヨタシエナ、トヨタタコマ、 トヨタタンドラ、トヨタカイ、J クルーザーに並んで人気車種となっている。かつてはその名の通りハイラックスをベースとしていたが、最終モデルはハイラックスの後継のタコマのグループとなり、フレームの基本部分をはじめ、サスペンション、エンジン、ドライブトレーンなど、下回りの多くをタコマ、FJ クルーザー、ランドクルーザープランドと共用している。その関係で、生産は、 日野自動車羽村工場で行われている。トヨタ店の扱い車種には、トヨタクラウングランドサーフ、トヨタカリーナサーフなどのステーションワゴンや、トヨタマスターエースサーフなどのワンボックスワゴンのように、他にもサーフを冠した車種があったが、単にサーフといえばハイラックスサーフを指すことが多い。コンパクトピックアップトラックのハイラックスをベースに、FRP 製シェルを仮装し、 ミニ RV とした車両。設計、仮装、及び販売は、米国のウィネベーゴインダストリー。この時点で、すでに、ハイラックスサーフのコンセプトが完成している。ウィネベーゴトレッカーの社名で1981年に、販売が開始され、1983年の後半まで販売された。トヨタは、ベース車として、ハイラックスのシャーシを提供し、ウィネベーゴで仮装。 トヨタから提供されるハイラックスはボンネットと運転席のみで荷台を装備していないキャブ車足の状態であった。四輪駆動だけではなく二輪駆動もあった。ウィネベー後の工場ではハイラックスのフレーム上に FRP 製のボディおよび内装トリムを仮装した。トップはサイドウィンドウ部とリアハッチ部まで一体化された。取り外し可能なハードトップでテールゲートは フレームレスのグラスハッチ仕様であった。現在、ピックアップトラックをベースとしたワゴンは SUV のカテゴリーに属するが、当時、SUV という用語は、北米以外ではまだ一般的に広まっていなかった時代の製品である。トレッカーの本格生産と並行して、トヨタは、その他の会社とも同様の仮想モデルを生産していた。ある会社からは、ウルワリン、グリーフィス社からは、 ブレザーと名付けられたハイラックスのコンバージョンモデルも仮想販売されていたと言われている。ウィネベーゴはこのトレッカー以降の1990年代にもウィネベーゴウォーリアーなどでハイラックスをベースにマイクロミニクラス C の本格的モーターホームをシリーズとして製作販売しトヨタとの関係が続いていた。ボディシモハンはスチール製となったが FRP 製リムーバブルトップは継続されていた。リアには、点灯時のためのロールバーも追加された。フロントキャブ屋根上には、チルト式のサンルーフが付き、ハードトップとサンルーフを外すと、オープンエアを楽しめるオープンカーにもなる、多様トレジャー仕様だった。2009年にモデルチェンジとなったが、日本市場から割り脱し、海外専売車となった。これにより、 日本市場からハイラックスの社名が一時消滅した4代目からの変更点はありがとうございます。